次です。今年のバレンタインデーにチョコを渡す予定がない女性は4割を超え義理チョコを用意する人は1割に満たないことがわかりました調査会社のインテージが今年のバレンタインデーのチョコレートについて調査したところ4割以上が渡す予定はないと答えました。一方 家族ににチチョョココ、レートを用用用意する人はは割割上り、自分用やギリチョコ本命用は1割前後でした。職場の義理チョコについては8割以上の女性が参加したくない男性の6割が嬉しくないとしましたただ、20代の男性は7割近くが嬉しいと答えました理由は職場の人たちと懇心が深まるからなどの回答が多かったとしています。 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова